どうもこんにちはこんばんは始まりましたドラマチックシネマチックシネマパーソナリティの松岡ひとみですそしてドラマ映画プロデューサーの森山健さんですよろしくお願いしますこんにちはこんばんは森山健ですよろしくお願いしますしお願いしますお今日も素敵な事務所からじゃないですかカットムービーのはいはい部屋からです <laughs> 今日なんか朝から晩までずっとズームでこうなんかパソコンの中に生きてる人になっちゃってるみたいな。 いや、もうなかなか大変な、はい、一日でございますけれども、はい。最近はあのツイッターのスペース、もあのよく、あの。耳にいたしますよ。そうですね。はい、もう喋ってます。スーパーサピ。ね、え、いろんな話。スーパーサピーナイトっていうの、毎週火曜日に。夜十、十、うん二十一時ぐらい。やってます。はい。で、その中で。 この間、先週だったかな。なんか今日のゲストの方の。そうなんですよ。今回めちゃめちゃしてましたよね。<laughs> ぜ見てくれみたいな。見てください,いなんか皆さんで喋ってましたよね。盛り上がって。そうなんですよ。びっくりした。だからスーパーサーペーンンのボードメンバーの一人が、はい、えっと、今日ご紹介する作品をですね、見たばかりだったんですよ。はい、うんすごい話してましたね。それで僕も見たばかりだったんで、二人でこう、わーってこう。うん 反応しちゃったっていう感じだったんですけど、ね。手をあげようかと思ったもん。私も入れてはい、はい <laughs> そんなことで、うんえー、何の映画かなということなんですが。はい。四月の一日の金曜日にも、あの公開はされておりますけれども、やがて海へと届く。という作品なんですが。はい、その中川龍太郎監督に、今日はお越しいただいております。中川監督、よろしくお願いします。どう,ぞどうも、よろしくお願いします。こんにちは。 今回ああありりりがががとととうううごごござざざいいいままます、えー、しすすここそ本当に中川監督にね、なんかもうずっと前からお会いしたい、お会いしたい、ま。これもお会いしてるかどうかっていうところなんですけど、はい、リモートなのでどうなのかって感じですが。<laughs> で、森田さん、ずっとおっしゃってましたよね。そうですね、やっぱり若手っていう,言うとあれなんでしょうけど、若手監督の中では本当最注目の。 監督さんでいらっしゃるんで、はい、あの作品も拝見させていただいてて、はいはい、一度お話を伺いたかったっていう感じでございます。いや本当にあの森谷さんの作ってこられた作品いっぱい、あの当然、まあ、皆さんそうだと思いますけど、拝見してきたので、こ、はい、うういにあのそう言っていただけて、なんかこう照れくさい,というか <laughs> <laughs> ありがとうございます。<laughs> はい。い中川監督もミッドナイトスワンがねすごく良かったって。めちゃくちゃ素晴らしいですよね。<laughs> 本当に素晴らしい。うん、ありがとうございます。 <laughs> ね <laughs> 聞いてたりして、なんか自分のことのように私も嬉しかったんですけどね、はい、<laughs> ありがとうございます、まあ、であの公開されて結構、日にちは経っておりますけれども、あのいろんなところからね、んと感想を聞いておりますが、さっきちょっとだけあのお話ししてたんですけれども、まあ、新しいこうエンターテインメントの、はい、なんて言ったらいいんですかね、仕組みを作っていこうとしてる。 そういういスーパーサピエンスというのを森谷さんが立ち上げたりした、あ森谷さんと他の監督さんと立ち上げたんですけど、その中でよくあのツイッターのス,そのスペース、ラジオみたいなもんですよね、<laughs> ツイッター上の。うんはい でね中川監督の噂話お話,お話がですねちょうど出てたんですよ <laughs> それはちょっと怖くて聞けないな <laughs> いや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 ,いやあの全然いいいいお話ですもちろんそうそう中川監督の演出にもう驚いてしまったっていう方がいてでそれをずっとこう熱くこう語るのを聞かせてもらったっていうのがあってうん、うん、えー、それちょっと、はい 聞きたいですねその、うん、悪く言わないならぜひ聞きたいです <laughs> 悪いことを一切言ってないですもちろんそんな言わないですよ、うん、ちょうどあのまあ新人さん発掘みたいな話の中からでしたから、はい、このね作品にも出ていらっしゃる方の噂話をしております、うん、また後ほどその辺はお話をしていきたいなと思っておりますのでね、はい えーまあ、でも、またリア,リアルで、ね、ご一緒してくださいよ。リアルでお会いできればなと <laughs> 思います。渋谷におられるんだったらね、いくらでもはいお願いしますで、ね。中川監督、私と森谷さんは愛知県出身なんですよ。まあ、私は愛知にまだ住んでおりますけれども、それで監督と愛知のご縁というのが、森谷さんの愛知観光動画っていうのを拝見しました。 ありがとうございます。すなんか、と、豊橋鉄道の田原線の跡地から始まってました、ね。はい、僕、豊橋なんですよ、出身が。あ、そうなんですね。はい。だから、<laughs> そこから犬山城とか。はいでも、いろんなところに飛んで行って。はいはい、もう愛知県のいろんなところが見えてちゃったりするっていう。ね、素敵な動画でしたけども、ありがとうございます。もう愛知県民を代表してというか。ありがとうございます。<laughs> 風になって、あそこジブリパークのある愛知ということで、あの鈴木俊夫さんがあの中川監督にお声がけをしたんですよ。素敵ね鈴木さん、ね、<laughs> <う>愛知の人ですもんね。愛知です。ドラゴンズ大好きな人ですから。愛知県にジブリパーク作っちゃうんですから。<laughs> <laughs> ありがたい話ですね、本当に。ね、うん、本当に本当に。なので、でも本当、素敵な動画をもうちょっとなんかたくさんの人に見てほしいんですよ、私。<laughs> いやもうこ,ここで今、広め,広めていきましょう。あそうそう、そうなんでしょう。でも、なんか、やっぱり鈴木さんにお声がけされて、結構な愛知県にいらっしゃったんですもんね、その時間。そうですね、あの鈴木さんとあと石井 トモヒコプロデューサーっていう方がこう今回の企画の「の風になって遊ぼうの」の、うん、メインのプロデューサーなんですけど、はい、石井さんとがこうと話して作られたそのチーム、うん、YouTuber のウッシーさんというドローン,ーローンのクリエイターですね、あのー、の方と自分と本当に少人数のスタッフで、うん、愛知県で5回ぐらいロケハンで5回行って、うん 仮の映像を撮って、で、うん、役者の女の子も、実際、あの。新城市でしたっけ。はいはい。豊橋のすぐ近くですね。ねはい、そうですよね。はい。はい、愛知の子で、まあ、選抜して、出てもらって。ああそれで、また5と、とにか五回。計十回ぐらい。行ってるんじゃないかな。十回は行き過ぎかな。でもそれぐらい行ってると思います。ああ。まあ、あの、五分ぐらいの映像の中にね、本当にいろんな愛知県の。 いろんな場所がこうあの登場して、うん、ねなんか本当はドローンの映像すごいですね。な、うんか来る人はすごいですね。うん。いやー、えー、自分も知らないところいっぱいあったので、まああのこれはぜひまたね、はい、<laughs> 見ていただければ。はい。y o u t u とかでね見ることができますので。はい。 だってあの今日はですね、まあ、もちろん新作の「やがて海へと続く」という作品のご紹介もするんですけれどもやっぱりこう中川監督は、まあ、どんな少年だったかどんな映画を見てたのかであのさっきもおじい様とちょっとだけお話しさせていただいたんですけど <laughs> もうなんかねもうあ だから死んじゃったみたいになってたね、おじいちゃん。<laughs> 大丈夫いま <laughs> <laughs>、ね、だにもう一緒に映画を見るっていうぐらい、どんな映画をご覧になってたのかなって気になるところですよね、森谷さん。ああいう素敵なな選手のね。そうですね、<る>どういうふうにこう映像を今、撮られてる映像って必ずこう見てきたものから影響されてると思うので、うん、その辺の,この監督のルーツ。はい みたいなのをちょっと伺っていけたらななんていうふうに思いますけどね。うん、はい。つながっていきますからね。はい。必ずつながっていきますからね。<laughs> 新作にね。はい。というわけで、えーと、中川監督の一番古い記憶からということで小学生、中学生とか、まあ一番最初に映画を見に行ったとか、ドラマこのドラマ見たとかありますかど,どんな映画でしたそうですね。あの、<laughs> 一番最初に 見たあの映画っていうのはまあ覚えてないんですけど、うん、結構それこそ今まあ祖父の家にいるんですけど、はい、祖父の家であのー、昭和の映画をいっぱい見てたんですよね、うん、じゃ具体的に何かっていうとあのー、あ<っ>山田洋次監督の「男はつらいよ」シリーズだったり、はい、あのー、植木仁のに <laughs> あのー、日本一のこうゴリガン男とか無責任男。はいはい あの古澤健吾監督のその諸作品とかをだから見てたんですよ。それがだから、うん、その自分の映画制作っていうかこうそういうものの原体験としてあと松本清張ねあのね<ー>野村芳太郎監督がやった映像科の作品とか、はい、そうう砂の器とかねそういう、はい、小学校中学校とこの。 まあまさに昭和の家なんですけど、はい、で、あのおじいちゃんとおばあちゃんと一緒に見てしてて、はい、で、小学校のこが最初に映画館自分で見に行ったのは、はい、お小学校六年生の時に千と千尋の神隠し、はい、あ、ジブリだ、もう繋がりました、もう繋がりましたよ。え近所にあの当時のワーナーマイカルシネマ、今うん、うん。 日本シネマが、出来たばっかりで、うん、で、僕はあのどう同じクラスだったあの好きな女の子とあの千尋がちょっと見てたんでね、<laughs> であの <laughs> すごい,い,いすあの四回も千 <laughs> と千尋の神隠しをはい劇場見に行ったんですよね。はい。 一人で映画を見に行った最初の体験はそれだったと記憶してます、ね。ああ<ー>。わあ、そうだったんだ。だからおじい様とはそういった昭和の、ね、日本映画をご覧になってて。で、まあご自身ではジブリも見てみたいな。そう,そうです。そうです洋画はどうだったんですか洋画洋画をだから見るようになったのはむしろ中学校入ってからですね。あのあもっと言うと、その。 意識的にだからヨーロッパの映画とか、はい、ハリウッドの古い映画とか、はい、あると勉強するような感じで見るようになったの高校入ってからで、はい、それで、ね、覚えたあそうだ思い出し洋画の入り口は、うん、あの高校中学受験が終わって、はい、終わったの日にちょっと映画を見に行こうと思って、うんうん、オペラ座の怪人2015年だと思うんですけどミュージカルのオペラ座の怪人っていう映画を映画館 受験終わった足で見に行ったんですよね。中学受験はい。それは中学校三年生ですよね。受験終わった。うん、そしたらハマってしまって、<laughs> <laughs> これはね、十四回見に行きました。映画館オペラ座の怪人を。<laughs> <laughs> そうですか。<laughs> そこからね、<laughs> あの西洋の映画を見るようになったんですね。 なんで<え>なんでそんなにはまってしまったんだろうやっぱりなんでなんですかね、そこに世界があるっていうか、うん、うここがない全く別の空間っていうのがね、うん、そこにあることがすごい感動したんですよね。ちょっとめちゃく14回はすごいですよね。おかわりなんですか こう記録は十八回の時をかける少女です。<laughs> すごい上<っ>上の人スクリーンで十八回見てます。どどの時かけですか？友よさんのです。<っ>原田友よさんの大林さんの。やっぱ青春期ですよねそういうことでいいん、ね、<laughs> そうなんですよ。なるほどなるほど。はい。ああすごいそ。それは原田友よに恋してたわけでしょう、ね。間違いないですね間違いないです。 はい、それで言うとね、白状すると、僕もオペラ座の怪人の,、はい、あの主人公のクリスティーヌではなくて、友達にメグジリーって女の子が出てくるんですけど、はい、最初の方と最後の方にちょこちょこっと出るだけなんですけど、はい、メグジリーじゃない、まあいいや、それなんとかジリーちゃんってこん、この子に恋しちゃってですね、は今回も映画館に行ったっていうのはね、白状するとあるんですよ。 どんな女優さんなんだろうと思って、インターネットで調べてみたらね、海外ではなんかちょっとお色気っぽい感じで、そうなんで <laughs> だちょっとそれショックでね、なんかこ、えーえー、こんなエッチな感じなのと思ってちっ、<laughs> ちょっと受けたって記憶がありますけどね。やっぱそうですね、えー、恋しないと何回も映画館に行けないねうん。そうなんですよそうなんかわいいですね、男子って。うん、<laughs> いいな 真田広之が好きだったので、<laughs> 之さんがやっぱりなんかあの見に行きましたよ、なんかスター・ウォーズによくによあのが出たときにあの、東映さんでよく似た宇宙大戦争でしたっけっていう映画,映画みたいなやつですね。 そうですね。まあでもそんなに十何回も行きませんけどね。そうか。でもそういうことからですよね。そういうことも大事ですよ。そうですよね。だからその何回も見てるものからすごい影響を実は受けてたりするっていうものだとは思いますよ。そして将来原田智代さんをキャスティングしてしまったっ。ええ幸せのパンという映画でご一緒したときには、<laughs> そう<か>もうあの、<う>はい。 あのすごい私服の時間でした <laughs> れかっこいいっすね <laughs> もうしゃべれましたちゃんとドキドキしてそうですね常に緊張してましたね <laughs> うん、かわいいじゃないですか、はい、そうですよねそかじゃあ監督はその中学受験を終えてほっとしてオペラ座の開示を14回見てそこから高校に入ってから映画は作り手を意識したんですか いやいや、高校時代も全然その作り手とかは考えてなくて、ただひたすら、その、まあ、大島なぎさんの映画とか、ヌーベルバーグの映画とか、古い映画ですよね、うん、そういうものに惹かれて、うんうん、それこそおじいちゃん家でもしょっちゅう見ましたし、学校帰りにあの横浜の、うん、今なくなっちゃった館内の映画館とかね、うん、結構通ってました。はいうん、あそうなんですね、うん えー、じゃでも高校の時にね、森さん、詩人として賞を取られてるんですよ。詩人中川監督は詩人でもあられる。そうです <laughs> だから言葉をセリフそうですよね。そうですね。うん、確かに。うん 詩は身近に書けましたからね、映画作ろうっていうことより、まあだからね、結構読書も好きだったんで、高校の時は小説家になるとか、政治家になりたいなとか、なんかそんなようなので、はい、映画監督というのはあんま考えてなかったですね。結構、誌を本当にいっぱい書いて、わっとしてね、ね賞、うん、も取られてますけど。うんそううですね、うん じゃあ、まあ、映像というか、書くとかそういったところだったわけですよね。じゃあ、そのあとですか、大学入ってから大学に入った時にそのまあよく話す、まあ、話ですけど、ある友人と会って、<laughs> 友人がすごい、そのゴ <laughs> ダールとか、何回 <laughs>、はい、いな映画が好きなやつだったんですよね。はいう で僕はそれまでね、やっぱりこう何回の映画もまあその大島渚とか見てましたけど、はい、まあそうは言ってもエンターテインメントの方がいいだろうと思ってたんですよね。だけど、あの彼と会って、彼がすごいそのえ難しい映画をなんか哲学の話してしてるのになんか聞いてたら、うん、なんかそういうのもなんか,かっこいいなと、大学生っぽいなと思ってね、<laughs> <laughs> すごい影響を受けて。笑ってる、笑ってる <laughs>。 あのイメージフォーラムとか、はい、今でもよく行きますけど、はい、そういう映画館に、彼と授業をサボってよく行ってたんですよね。そう,うしてるうち、なんか、ああいう難解なものの方が、なんかこう、作りやすいって勘違いするじゃないですか。わか、うん、かりますかね自分でオペラ座の怪人みたいな、ハリウッドの大作が作れるとは思えないけど、うん、なんかちょっとこう、男女がドライブして、喧嘩してるだけの話とか、フランスが。 あるから、本ならやるんじゃないかなと思って、やってみたらすげえ難しかった。そういうきっかけで映画を作り出したんですよ。あ、なるほど。あったんですね。あ、そうか。まあ、でも必ず一回ヌーベルバーグ、ゴダール、トリフォこれね、通ります。まあ、そうですね。僕ももう通ってきてます。ですよね。で、わけわかんねいなと思いながら、ゴダール見てた時期ありましたもん。 そしてなんかあのあんま、ね、かかんん <laughs> ーってりまああ <laughs> なんですよえおじいさまはあのそういったゴダールとかそういうのもご覧になるんですかおじいまゃな、ね、<laughs> 時代劇劇とだすせんチャン <laughs> 今日はいい感じですよね。始まって以来の、始まって以来のこの、す素敵です、す敵です、もう本当に。見てくださってるの嬉しくて。で、森谷さんとね、中川さんの共通点がまだあって、レオスカラックスがお好きなんですって。僕は3本の指に入っているのがポンヌフの恋人です。僕の生涯好きな映画の3本。 いやあと二本も聞きたくなりますね。あと一本はニューシネマパラダイス。ああいいですね。でもう一本は総まり新次監督のトンドカップル。素晴らしい。なるほどでもやっぱりあれですね。そのモリさんにとっての青春期のレがッタ完全にそうです。ですよね。それすごいインパクトで入ってるってことですよね。やっぱりしょ青年期というか少年期っていうのは。うん。 でもミッドナイトスワンとかやっぱりちょっとカラックスっぽい感じありますよね。ああ<ー>、<ー>色味とかそうですね。そのちょっとこうなんですかね。みんなヒリヒリしてる感じといかいうのはそうかなとは思います、ね。確かに確かに色合いとかそうですよね。ええ、うん、ノカワ監督が、はい、のカラックスだったら何が好きでした。 もちろん、汚れたちとポンヌフの恋人はもちろんは外せないわけですけど、あの友人がねその、その友人なんですけど、うん、<laughs> ポーラ X の DVD を買ってね、当時、レンタルがなかったですよ、ポーラ X の。渋谷うん、新宿にも渋谷にも。なので、彼が DVD 買ってですね、うん、<laughs> 僕に貸してくれたんですよ。この間、本当、笑えるぞみたいな感じで言って、すごいシリアスな話じゃないですか。 彼はすごいね、ある種のこうブラックユーモアとしてあの映画を見てたんですよね。うん例えば、の海に溺れるところとか、すごい暗い中でのセックスシーンとか、うん、かこうカラックスってや,っやることがちょっとへ変に過剰なところがあるじゃないですか。うんうん、それをだからうん、うん、からっこいい でシリアスに受け止めるというよりは、うん、なんかシュールな笑いとして彼は受け止めてて、うん、僕はそのセンスがすごいかっこいいなと思ったんですよね、うん、僕はまあ素直な性格なんで大真面目に愛とはとかって感じで見 <laughs> てたんですけど <laughs> 彼にその新しい見方を提示されたときにすごいカラックスのことがまた新しい角度で面白くなってな、うんね、ポーラックスすごい好きでしたね、うん <laughs> 回見てみ見直しててみたいいななずっと見てないですね,なねだいぶ昔僕も公開当時、ね、シネマライズ渋谷という劇場がありましてです、ねうん、そこで見て以来見てないですねポーラ,イポーライ X はそれはやっぱりリ谷さんのこうリアルタイムな汚れたちとかポンのフを見てきた人もすると、うん、やっぱりポーライ X はちょっとうん残念だなって感じだったんですかいやなんかなんかすごすぎちゃったっていうかなんか なるほどさっきの「血の海」の描写とかもそうなんですけど、はい、うわすごくなってるなっていうか、うんうん、なんかもうポンヌフぐらいまでの間ってちょっとこうカラックスの中にあるあのー、なんだろうなケレンミというかエンタメ性というか、うんうん、みたいなものはまだ残ってて、うんうん、でポーラク X になってくるともうワールドが炸裂してるというか、うん、という感じがちょっとしたというのが。 ちょっと当時の記憶でしかないですけど、そう思ってましたね。でもほら、アネットが公開されてるじゃないですか。おとと見ましたよ。まだ見てないんですよ。ああ、そうですか。じゃ何も言わないで。ちょっとだけ、ちょっとだけって言って、早く見たい。それで言うと、アネットは、ホーリー・モッターズもそうでしたけど、 やっぱり自己研究し続けるサッカーなわけですね、カラックスって。あ<ー>もう何も愛せないっていうことについての映画だと思いましたね、うん、僕は。なるほど。だから、要するにカラックスの年齢っていうのすごく感じる映画でしたね。なるほど。彼はやっぱり20代だからこそ作れたんだなっていう。そういう。場所かったですけどね。ああ、じゃあ,あ、なるほど。ちょっと。来日されてましたよねあ。してました、してました。ねえー。 いいな,なんで見に行かんかったのかなと思って、<laughs> ねね、本当にもう後悔してました。ガラックスに、ね、<laughs> 会えたかもしれんという。うん、ねえね、これも、うん、ねちょっと早く見たいなという感じがしますけれども、うん、まあちょっとそろそろお時間がね、あの、はい、ますので、新作映画にと入らせていただきますけど、もう、あのアネットと同じ日に公開。 まあ運命的じゃないですか、<あ>これ。運命的な。並ぶんですよ。並んでたんですよ。すごくないですかそれはねかすごいことですね。ねすごいですよ。あの、うん、他の映画館ちょっと私はわかんないですけど、うん、とにかくあのな愛知県のミリオン座は並んでました。そっか、ミリオン座ではあれ並んでまんでたんだ。 いや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  <laughs> す、ね、やがて海へと,とね、作品なんですが今、ねはいはい、もうねたくさんの方はご覧になっているんですけれども、はい、監督はそういうのをこう2週間ぐらい経つとこういろんな、まね、評価というか感想なんかが入ってくると思うんですけどそうですねあ,の <laughs> あんまりそういうことだから、うん、やっぱり。 怖くて耳にできないので、基本公開されたら引きこもってますからね。そうなんですね。あ、でもね、先ほど守屋さん、あの、おじい様がご覧になったんですって、それで。あ,あの。やがて海へと届く子。非常に良かったと。はい、よかった。うん、<laughs> おっしゃって、なんか嬉しいですよね。<laughs> やっぱりね。昨日みたいなのもね。えー、じ、え、ゃ、ー。えー、うん。 <laughs> 嬉しそうでよかったの、ね、も自慢の孫さんですけどそうですか森谷さんはでもねさっきもおっしゃってたけど初日にご覧になってそうですねほぼほぼ初日でしたねだから国会、ね、2>, 2日目の,、うん、あの渋谷の映画館で拝見させていただきましたけど、うん、なんかこうねあの描いているところことってあのものすごくあのセンシティブだしすごく難しいところまで入っていくんですけど。 あのなん途中からですね、うん、ずっと激映画を見てた感じだったんですけど、うん、途中からドキュメンタリーなのっていうぐらいの感覚になっていく瞬間があってこれについてですねあの先日ツイッタースペースでこの話をですね延々していたんですよ。そそうですねねててまま、ね、まししたた、うんうん、つまりその 俳優さんじゃないと思ってた方が、うん、俳優さんだったぐらいのリアリティあ,、はいうん、あれどうやって演出されたのかっていうのが <laughs> 本当に今日一番聞きたいことでしたあれはあの女の子ですよねその新谷さんはい新谷さんが素晴らしくて、うん、とにかくやっぱりもうそれはあのシーンはあの脚光にはなくてうん、うん 取材とかロケハンしていく中で実際のその五十嵐さんとかあの出演してくださってる、その被災された方と話してくれの五十嵐さんたちの言葉とか存在っていうのをこの作品の中に、うん、えと入っていただくべきなんじゃないかというのをすごく強く思ったものですから、はい、出演していただいたんですね。うん、<laughs> あのなので、脚光にはない突然決めたシーンなんです。 タイ、はい、さんはあのやっぱり何の根拠もなくあの場に入れるっても絶対ああいうふうにはならないので、うん、あのやっぱりあの東北に行っってもらったんですよね、うん、そこで海を見てあの実際に被災した人とか会話してもらって、うん、<laughs> それからあの歌の練習をすごく一生懸命やってもらって、はい、その海に向かって歌うっていうことをしたりとか。うんうん だからすごいそういう事前のコミュニケーションを新谷さんと結構取ったことでそ、うん、れができたのかなっていうふうには思っていますそうなんですよ,<の>ですよちょっっと驚いてしまったでもあの新谷さんの,あの出演された「牧のいる世界」とかも拝見してたのに、うんはい、あこれ東北の本物の少女なんだな って思っても見ちゃってた、うん。同じなんですよ。私。そうなんです。本当に同じなんですよ。だけど、だけど、見たことあるぞと。あれって思いながら。うん、そしたら、もう、つ、次のシーンから、うん、あの、お芝居されてるから。ああ。やられたって感じでしたよね。ってなって。ちょっと、こう、ある意味、初めての映画体験になったんですよ。はい。 それがもうすごいって話をですね、はい私、あのずっと喋ってたわけですよ。永遠としてましたよね、はい。<laughs> ありがとうございます。いや,いや、本当,本当にもう。そうなんですうんこうだから、そこだけ撮ってもすごいんですよ。だからね、ね、うん、も,もちろんあの、ね、主演は岸井さんだったり、僕もあのサムライフって映画でご一緒してて、本当にやっぱり雪乃 <laughs> ちゃん、素晴らしい。 あれ侍ですね。だい前ですよね。ね松岡真優ちゃん。はい。8年ぐらい前ですね。撮影したのは。そうだ。そのぐらいからもうみんなが、皆さんが映画監督さんたちの中では、ざわざわしてたわけです。雪乃ちゃんのなんか存在っていうのは、やっぱりずっと、うん、やっぱみんな注目してた方だと思いますよ。今回はその、綾瀬まるさん。 のあの原作があって、うん、それでまあ、中川監督とにお話が来たわけじゃないですかあど,どっちが先なのかあそういうことですねでその時にまあその主人公であるそのマナっていうのがあの岸井さんが演じているんですけれどもそのマナとその親友の 美南さんが演じているすみれとのまあお話がまあ軸になっているんですけどその時に中川さんはあの岸井さんと浜辺さんをこうキャス,スティングというか、まあ、皆さんと相談されたとは思うんですけどやっぱり対照的な2人がいいですよね、うん、対照的な2人である方がよくてあの 映画のファンからしてもイメージのつきづらい,こういつまり同じ映画にあんまり出てなそうな人たちの方がまあいいだろうなっていうのは思ってたんですよね。うん、で,でまあそれでやっぱり、まあでもまあそういう構成的なことに何より中身的にねどうハマるかってのあったんですけど、うん、そう岸井さんが演じるマナっていうキャラクター非常にこう 岸さん自身の持ってるまっすぐなパーソナリティだったり真面目さということとつながっていると思いましたし、うん、あのすみれのキャラクターも浜辺さんご自身のそのなんだろうなそのある種のつかみどころのない透、うん、明感みたいなものを非常にこう通じるところがだからまあご本人のその細かい部分っていうかその もちろんその私生活を分とか知らないからあくまで印象の話になってしまうんですけど、うん、印象の中で自分がその愛菜とすみれがこのお二人とあの通じてるところがあるんじゃないかっていうのを、うん、あの特に浜辺さんはあんまりこういう点の映画に出たことは多分これまでなかったと思うので、はい、事前に結構お話ししたりそのすみれの設定になって すみれが通ってたって設定の学校に行ってもらったりとか、うん、結構いろいろそういうコミュニケーションは取りました、ねうんうん。もう、駆け狂いやってた人と思えないですもんね。<laughs> ですね。<laughs> 本当に。<laughs> いやまあだからそういった意味ではこう新しい側面というか新しい浜辺さんの感じっていうか、はい、そういうのは本当に見れたんだ見,見れましたよね,そう,ですねうん、うんうん、新しいのは南さんこういうねあの役もやら,や,られるやられるんだなすごいぴったりだなとか思いながら、うん、まあとなんかとにかくすみれとまなさんのまなちゃんの2人のこのなんていうんです トラックの荷台に座ってるだけでも絵になるし天井を見てガールズトークしてるとこも好きだしすごくもうなんかずっと見てたい <laughs> 見てたいっていう,うん、うん、すごく二人の関係というか距離感がすごく良かったんですけど現場とかではど,どんな感じだったんですかお二人お二人ともやっぱりすごいご自身の世界っていうのはちゃんと確立されている方なので、うんまあ、どうだったかな 現場で2人がどうしたかっていうのはちょっと僕もあんまそこを注目してはなかったんでわからないんですけどあのー、なんか面白いですよねあの2人がいるとそれだけで見れるっていう感じはんかあるなっていうのは現場でも思いましたね。ううんそうなんそなですよ、ね、何も喋らないでも2人でいる感じを撮りたくなる感じっていうのはなんかありますよね。うん なんかずーっと見て見てたいなっていうねっていうのはねあったりしますけれども、小宮、うん、さんはもうやっぱりその後またガラッと変わって、さっき言ってたドキュメンタリーなのっていう、そこの部分がやっぱり気になるてますね。もうね、あの僕 <laughs> あの、途中から、まあ、ドキュメンタリーみたいになっていく瞬間があったり、で最終的なこのこう作品がこう結んでいく感じっていうのが、うん、もう日本映画じゃないと思った。あそそそうそうそう,もう なんかかか作りがわわるかるあのこういう日本映画あんま見たことないっていうか洋、うん、画を見てるような感覚というか、うん、いうふうに僕はさせられましたけどはいすいません本当に一,一観客のようなあれなんですけど <laughs> なんかそういうふうにあの、えー、いう印象すごい持って帰りましたんなんか劇場跡後にしたというか。 うん、それをだけど大先輩である森谷さんに行ってもらえるのすごい嬉しいですよね。<laughs> いや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 まあでも監督の中になんかそういうなかなかやっぱこういう日本でのこういう作品って、うん、あのあんまないかなって僕は思ったんですけど、うん、何かこう自分の中でご自身の中でちょっと狙ってらっしゃるところってあるんですか、うん、なんか全然もちろんテイストは違う映画なんですけど。その アピチャッポンっていうタイの映画監督が、はいでまあ、10年ぐらい前かな「文美おじさんの森」って映画で<ー>アビズ・ジーを撮ってる監督なんですけどこ<ー>の人の「世紀の光」って映画があって、はい、それが同じ時間同じ場所で起きた同じ恋愛の話を、はい、50年前と今とで同じキャストなんだけど場所が変わってて都市化されてるのと森との違いで 描くんんでですすよ気気にになななるりました今ってるってる見、はい、てていメモっそれがすごい面白くて、で、そのなんだろうな、それってなんか僕が見たとき、世界の A 面、B 面みたいな感じがしたんですよ。昔の CD のカップリングじゃないけど、そのスイッチした世界の別の面が見えるっていうのは、これ映画でしかできないことで。 人生だとやっぱり自分というフィルターを通してしか世界を見れないので同じ、まあ、自分から離れることはそのなんだろ美子さんとかあのいた子にならない限り無理じゃないですかまあ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 。まあ、だから映画ってそういう意味ではある主観から別の主観に移り変われる面白さがある <laughs> これは非常にアピチャポンとかあれも本当ドアート映画なんで全然<ー>そういうものから受けた影響っていうのはあの確かにあるあ 書いいる時も思いましただからなんかこう登場人物がこう話してることとかが、うん、もうセリフということを超えていってる感じになるんですよ。<っ>なんかだからそれはすごくあんま見たことない感覚になったというか。うん、あと部屋ですよ部屋が呼吸してるんだよね。 あそこあーいやそうなんです最後とかもそうですよね。部屋呼吸してるイメージでしね。<う>ね<ー>なんだこの家いい部屋はと思ってっていうのをずーっとずーっと感じながら見,見てたんです。と途中からですけどね。だから最後気づいたのは、今日この話をこうさ今ここでしたからと思うんですけど、あの部屋って多分かなりこのおじいちゃんちの影響を受けてて。いや ここで感じですよね。あっ<え>、<laughs> <よ>マナの部屋っぽいですよね。すごい,マナのいですよ。すよそうそう。ここをちょっと女子っぽくしたら本当に、あマナーの部屋ですよ、これ。今回撮ったんじゃないかぐらいの。うんそうなんですよ。おじいちゃんのおかげだ。おじいちゃんがね。 監督のなんかこう、はい、ずっと見てきたものみたいなのが映、うんねね、るんですね映画にいや本当そうだ <laughs> 今日いい時間ですねそのことに、ね、インタビューで気付くってなかなかないからねないですそれはすてきなねことですうん、うん、本当に、うん、いやあ、うん、そこのお家からやっていただいてよかったですよ私も今気づいた呼吸してたのはそうなんですよずっとだからね監督の中にあったんですよ そうですよ。そうですようだからあれがすごい素だったと思うんです、すうん、私はねだ。あそこがすごい大好きな、大好きなところです、その場所として、うん。いやいやいや、よかったな。だから、まあ、監督、今回、どうですかね、でもちょっとやっぱり今までの感じと違うじゃないですか。 れそれはあるかなと思って、まあ、あのやっぱりこう、死生観というか、そういったところをテーマにされているものが多かったんですけど、今回はまた、そこからなんか一歩私、まなちゃんが踏み出していってるので、そのあたりとかもやっぱり変わったんですか、うん、ご自身の中で何か。まあ、そうですねその何かは放出した人 その先をやっぱり描いていかないと、うんうん、というのはすごい感じてたのと <laughs> あとそうですね、まあ、それですかね <laughs> なかなかそれ説明するのはすごく難しいんですけどそうでた、ねね、だ一点思ったのはそれこそ森家さんいるかいうわけじゃないですけど <laughs> あのミッドナイツサー・ミッドナイツスワンって何が素晴らしいって喪失する瞬間を描くじゃないですか。 はい、だからそれは自分はまだやってないことだなと思っててうん、うん、それをやってかなきゃいけないなっていうのを実はこの映画撮り終わった直後に見た映画がミッドソナイスワだったんですね <laughs> およ。 三田草にちなんまだ見てないのみたいな感じしますからそれもそうだけど、<laughs> こんな準備忙しくて見る時間なかったでしょ終わってすぐゴールデンウィークだったんで見たんですけどね。あいえい 怒りも含めた感情が描かれるものをやっぱりこれから作っていかなきゃいけないなってことをやみると届くを取ることで理解できたっていうやっぱり一本ずつ何かを自分で理解していく、えー、感動なんかうん <laughs> そうか一個ずつ取って理解していくというかあの自分の中に入れていくんですよね、うん、そうですねそう,いうことですねいやいやいや,いや森屋さん次 ちょっとね楽しみになってきちゃったね。本当ですね。<laughs> もうこの先の中川監督の作品本当に楽しみすぎる。そうですね。ね。分かんないですよ。あんまりお客入らないでもうオファー誰もくれないから <laughs> ちょっかもしれない。いやいや。<laughs> いつも未作みたいなもんですからね。もうでもそそこがやっぱりその、うん、作家というか映画監督としてのやっぱり。 なてうんですかね、一個ずつおっしゃった通りは、アップデートしていくんだ、自分をっていうところっていうのは、正しい姿だと僕は思いますけど。アップデートをされていくのと、あと覚悟があるんですよね、今、一択っておっしゃってたんで、これ取ったら死んでもいいわぐらいな、本当に。これ取っても死にたくないなとは僕は思います。ストイックの方じゃないんで。 映画監督って自分がやりたいからってやれるもんじゃないじゃないですか、これお金出してくださる人とか、出てくださるあうさんやスタッフがい,、うん、いてやれるもんなんでね。うん、そうですね。ぜひまたいつか、ね、守屋さんも中川さんとご一緒で知ってくださいよ。いすしよろしくお願いします。<laughs> さて、そろそろじゃあ、ね、お二方もお忙しいということでございますので、あのー、まだね、お話を聞きしたいんですけど、中川監督はちょっとお,やすお休みって変だけど、来年がなんか結構またまたと。そうですね、今いくつかこう、うん、動いてる新作の映画が、はい、映画があるので、うんうん、ありがたいことです。それもオリジナルが。 いくつか動いてるのでそれを頑張って完成させていくために脚本、はい、とかを今やこれからやんなきゃいけないんだけどそこから逃げてるという状態 <laughs> 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 まあ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 、ね、まあでもあれそういうふうに考えてる時間っていうのが長いですよねあ<ー>もうそれをパってこう書くとか作るっていうのは本当にあっという間に書けちゃったりするっていうね考えてる時間が長いそうなんだと思います 経験者経験者がもういやいやもう本当にかりますね <laughs> そうなんです、はい、ありがとうございます、うんえー、今ねあのフルのドラマももちろんずずっと配信中ですので息を潜めてっていうのもまたこれも素晴らしい作品なのでぜひ見ていただきたいと思いますので、えー、じゃあ監督あのー、ねまだまだ公開中でこれからご覧いただく皆さんにこの映画のメッセージをお願いします。 そうですねやがて海命と届くという作品をあのぜひ劇場で見ていただきたいなと思っています。映画館でかかる時間というのは、まあ、今の時代、そこまで一本一本が、ね、長いわけではないのでただやっぱり小さい画面で見るよりは大きい画面で見てこそよりその海の表現であったりとかそういうものを深く堪能していただけるのではないかと思いますので、うん、ぜひ映画館で、ね、か,か,かけてもらっているうちに見てもらえたらうしいです。 ねおじおじいさまも出演していただいて<ー>どうもありがとうおじいさまもありがとうございましたありがとうございましたはい またまたお会いしましょう。生きてるわなんて何をした、何をしたってんすか。すごい優しいね。はい。ありがとうございました。えっと、ありがとうございました。中川家ってお笑いみなになっちゃった。また来てください。ありがとうございました。今で35回とやがて海へと。いやー、聞きたいことを。 思いっきり聞いてしまいました。本当にもうね、本当に驚きますから。そう。皆さん見ていただきたい。途中から、え、え、みたいな。いや、思いましたよね。気持ちになります。本当。そしてもう最終的にね、なんか着地するところは。うん。っていう。だから、その、なんだろう、えっと、まなちゃんの岸井さんの目線で描かれてて、最後の20分ぐらいでしたっけ。また、ね、あの、すみれちゃんの。 いうだからああいうのもちょっと日本映画にあんまないなみたいなね、うん、そ,そこでまた戻るんだみたいなこそうとてもとても良かったですね,ね新しい日本映画を見た感じですや刺激的ですね森谷さんありがとうございましたということでえーまあ森谷さんのねあのザ3名様も 大好評、公開中でございます。はい、ありがとうございます。本当に。先週はね、もう、いろいろとお世話になりましたけれども。いや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 、名古屋でね。いや、本当に、本当に、ひつまぶし、食べたり。ねありがとうございました。でもね、まあ、でも、また、どこ行くんですよね。あっち、北海道行ったりとか、あっち行ったり、こっち行ったり。札幌行きます。はい。多いですね。もう、巡業の世界ですね。もう、舞台挨拶、15回やるっていうね。し回も、司会やってるんですよね。はい。司会やってます。すごいですね。 プロデューサー、監督、MC。そう。あと、なんか、進行手伝いとかもやってますよね、はい。はい。もう全部やってます。<laughs> 全部走り回ってやっております。いや、素晴らしい。はい、いいことです。それで、それでこそ、森谷さん。手作りですから。そうそうそう。それでこそ。三名様は。はい。ですね、ということで、ありがとうございました。はい。いやいや、そして、えー、このドラシネはですね、ドマチック、シネマチックは、えー、毎週の金曜日19時からお送りしておりますので、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして、また来週もね、 素敵な、まあ、ちょっとねあの、愛知県出身の方とか、また呼んじゃったりして、ちょっとなんか愛知つながりで、な,なんだろう、これ、映画祭の名残みたいになってますけども、うん、はい。はい、はいあの。また楽しみにしてていただければと思います。はい、じゃあ、森谷さん、お元気でねあの、いろんなとこ飛んでってくださいよ、風に乗ってね。風になってますから、もう。<laughs> はい、そうです、そうです。はい はい。はい、<laughs> ということで、皆さん今日もありがとうございました。ありがとうございました。また次回。はい。ありがとうございました。